ウィリアム・ライトウィリアム・ライトは、スコットランドの医師、植物学者である、ジャマイカの動植物を収集した、パリーシャー・シュークリフで生まれた、エディンバラ大学で医学を学び、セント・アンドルーズ大学で医学の学位を得た、1760年から、海軍の軍医を務めた、1764年に、ジャマイカのキングストーンの医師の助手となり、ジャマイカには177 17年まで滞在した、 1779年に再びイギリス海軍に入隊するがフランス軍の捕虜となった。1785年にエディンバラに戻った後、1796年から1798年にラルフ・アバークロンビー将軍のカリブの島の侵攻に参加した。1778年には王立教会フェローに選ばれ、ロンドンリンネ教会。 ウェルネリアン自然史協会など多くの学会の会員となった。エディンバラ王立会司会の会長2801年になった。医学に関する多くの論文を発表し、ジャマイカでのコレクションは、博物学の研究に重要な貢献をした。750以上の植物の記載を行った。教畜等科の植物の俗名、ライテアやヤシカの植物の俗名、ライテオに懸命された。 w ライトは植物の学名で命名者を示す場合にウィリアムライトを示すのに使われる。ありがとうございます。